おはようございます。いかがお過ごしですか。7月14日の誕生花はアリウム。アリウムは中央アジア原産のネギ科アリウム属の多年草です。約700種の野生種があり、ニンニクやネギも同じ仲間です。アリウムの種類はそれぞれ個性的な花型で、春から初夏にかけて咲く花は主に花茎が長い大型種は切り花として、また花茎の短い小型種は花壇用に利用されています。葉のない長い花茎の頂部に笠状または球状の花序がつく姿は、他の草花にないユニークさがあります。また花持ちも良いので、生け花やフラワーアレンジメントに利用され人気があります。中でもアリウムギガンチウムという種類は花が巨大なことで有名で、直径20センチもあります。アリウムはこのほか白色のネアポリタナムという種類が切り花としてよく利用されています。花言葉は正しい主張。アリウムの咲き姿が人間が力強く立っている姿を連想させることにちなみます。今日お誕生日のあなた、おめでとうございます。今日も素敵な一日でありますように。津田翔子でした。